マリオ・ベルメホ・カスタネードは、スペイン・サンタンデール出身の元サッカー選手。ポジションは FW。1996年にプリメーラ・ディビシオンのラシン、サンタンデールでデビューし、そのシーズンは1試合に出場した。1996から97シーズンは、B チームで過ごし、父親がバスク人であったために、アスレティック・ビルバオに完全移籍した。 1997から98シーズンのリーグ戦は1試合に出場し UEFA カップの UC サンプドリア戦にも出場した。1998から99シーズンはセグンダディビシオンの SDA バルでプレーしプロ初得点を決めた。その後3シーズンはセグンダディビシオン B 以下のリーグでプレーし2002年 プリメーラディビッシオン昇格組のレクレアティーボウェルバに完全移籍した。2002から03シーズンは28試合に出場したが、18位でセグンダディビッシオンに降格した。2003から04シーズンもチームに残ったが、出場機会は減少し、結局レクレアティーボの2シーズンは無得点に終わった。 2004年に同じセグンダディビシオンのラシンフェロルに移籍すると39試合25得点で得点王に輝いた6から1で対象した UD アルメリア戦では4得点しその試合はセグンダディビシオンでフェロルが記録した1試合最多得点記録を更新したその後は1シーズンごとにチームを変え UD アルメリアではプリメーラディビシオン昇格を ポリエヒドでは、セグンダ・ディビシオン B 降格を経験した。2008年に、ヘルス・ CD に移籍し、34試合に出場して、チーム3位の12得点を決めてプリメーラ・ディビシオン、昇格に貢献した。すでに30歳であったが、2年間の契約延長を、果たし、2009から10シーズンは7シーズンぶりの、プリメーラ・ディビシオン挑戦となった。 前半戦は3得点のみとクラブの不調に引きずられたが、2010年1月に、ネストルゴロシート新監督が就任すると、ベルメホの調子も向上し、21節からの出場9試合で6得点を上げた。2010年5月1日の UDR メリア戦では、後半ロスタイムに得点し、最終節までプリメーラディビシオン残留を争ったが、 1>, 1シーズンでのセグンダリビシオン降格となった。2009から10シーズンは最終的にチームトップの12得点を挙げ、そのうちの7点をヘディングで奪った。ありがとうございます。